立行司式守伊之助の声が書き消されました。太陽が上がって急にこの国際センターの雰囲気が変わりました。春場所の初土俵、昭和時代に入門した関取は現在魁王ただ一人、22回目の地元九州での場所です。幕内在位98場所という歴代1位の金字塔を打ち立てました。そしてもう一つ、今場所でのこの1位はなりませんが、幕内勝ち星の数も北の海を抜いて805まで来ました。7勝7敗で迎える千秋楽です。ここまで来たら北の海さん、はい、807あと2つですから、なんとか達成させてあげたいという気持ちもありますし、まあ引退でもしない限りはできますよね、はい、来場所ね、ただ海王自身がこの7勝7敗という成績、この千秋楽、勝ち越せば問題はないでしょう、はい、どんな思いで上がっているか。特に九州だけではなく、どの場所でも海王への声援は毎場所大きなものがあります。対戦相手は琴美月です。九州千秋楽、7勝7敗魁王、琴美月戦です。幕の内勝ち星も806、歴代1位千代の富士にあと1つです。これしかないと決めましたかね。いや実際の話、まともにいっちゃとても海王になかなか勝機はないと見とったんですよ、はい、右に立ち合い動いて琴美月の左のかいなを決めて小手投げ引っ張り込みに行きました。そして琴美月もね、はい、左のかいな決められて小手投げを痩せすると食っちゃうね、うん、相手見ていくぐらいでもよかったと思うんだけどね、はい、
昨日あれだけ白鵬と熱戦を演じたわけですからね。そうですね、いや海王勝ってしかし8勝7敗、これで来年の1月場所まさかこれ勝ち越しで海王もう九州でやめますということは言わないと思いますので、来年の1月場所いよいよその幕内勝ち星の新記録に挑むことになりそうです。向正面は舞の海さんですが、舞の海さん、はい、まあ、心境はもう大変、心の中もね、大変だと思うんですが、はい、どうでしょうね。よくまあこの千秋楽勝ち越しを決めましたね。そうですね、九州に入った時はあやっとここまで来たなと、はい、まあ、本人も思ってると思うんですね、はい、そして場所に入って1日1日、まあ、相撲を取っていくわけですけれども、はい、おそらく今日ね千秋楽土俵に上がってあやっと千秋楽まで来れたなと、それが、ね、やっぱりねその記録に向かうそれよりもですね、はい、海王にとってはねその本場所もねなんとかやり遂げれたという、そっちの方が嬉しいんじゃないかなと思うんですよね。それに加えてしかし舞の海さん、はい、7勝7敗で来ているというところにね、本人心に何か重りはあったと思うんですよ、はい、この千秋楽ね、勝つか負けるかで大変な違いがありますから。そうですね、まあ、本当に海王関には失礼ですけども、はい、このボロボロの体で優勝争いというのはなかなか厳しくなってきてますから、はい、やはり本人はですねせめて勝ち越してこの九州のファンに応えたいと、そういう気持ちはあったと思うんですね今日は、はい、で館内 この拍手を聞いてもですね、はい、この相撲内容だけではなく何かこう長いこの海王の相撲人生に対して拍手を送っているようなそういう温かい拍手に聞こえましたね。そうですね、まあ、確かに北の富士さん大関がね8勝で、まあ、この1年ずっと海王8勝7敗でこれで終えることになるんですが、批判の声も確かにあるんです、はい、ね、ただもうここまで来たら勝てる限りやってほしいという私たちはファンの一人として思っているんですがどうですか。結局これは本人が決めることですからね、はい、本当にもっとそれこそ相撲好きな大関だと思いますよ。そうでしょうね。ですからねそのことをしてもねまだ取りたいなら取ってもいいしね、はい、そういうことだと思いますよ、ここまで来たら、今場所は千代大会が途中休場で結局カド番で負け越しとなって来場所は関脇でもう一度出直すということになりましたが海王は勝ち越して来年1月場所また新しい記録に向かって迎えることになりそうです。